はい、どうも、久保田です。中学国語文法千本ノック動画になります。今回も入試レベルにチャレンジしようのコーナーで、岐阜県の一般公立入試の指標として大変有名な岐阜新聞テストの過去問から今回も問題を出題したいと思います。今回やるのは平成22年度の第1回、第2回の岐阜新聞テストになります。岐阜県以外の人も一応一般公立入試のレベルっていうのは、全国そんなに変わらないと思うので、参考にしてください。それではやっていきましょう。はい、じゃあまずは第1回から1問出したいと思います。問いを読みます。これは本文中の文章だと思ってください。知識の量が増大して一定の限度を超すとあるが、ここまでね、これを単語に区切ったとき適切なものを答えなさいと。はい、これね、今まで単語分けの、文法動画や、もしくは千本ノック動画結構出してるんだけど、自分で区切って何文節何単語ってね、数えさせるっていう問題ばかりやらせたんですが、入試だと逆にこんな感じでもうあらかじめ区切ってやって正しいのはどれですかっていう問題も結構出ます。まあ一応ね、全部見てください。このように分かれていたとします。まずは記号で自分が正しく分けられているって思うものを一つ選んでください。で、この手のタイプの問題なんですが、正直、若正直にね、一個ずつを吟味するよりも、本当に単語力がある人っていうのは、自分でもう分けちゃって、それが正しいんだから、それと同じ分け方しているものを選ぶ。これが一番確実だと思います。まずは必ず文節に分けてから単語に分ける。この順番でいきましょう。はい。知識のね、量がね、増大してね、一定のね、限度をね、越す。これが文節になります。こっからじゃあ単語分けしていきましょう。いくよ。はい。知識との、量とが。はい、次ですね。この辺詳しくは授業動画見てください。何々するっていうのは一つの左辺動詞って言って分けません。つまり増大するっていう動詞がこの中にはあるんだけど、増大するっていうのは一続き。でも、ある動作にないますときは、うよたて。つまり手が続いているときっていうのは、その動作の上、手の上では分けなきゃいけません。例えばね、走ってだったら、走るに手がついてんだから、手の上で単語は分けなきゃいけません。つまり今回これは、増大しと手なんだよね。増大しと手。ここまでが増大するっていう一つの世界。ね。増大と死と手じゃないからね。それだけ注意してください。はい、次。一定との。はい、限度と王。いいね、こことこね。はい、最後は越す。これが正解になります。まあ、ポイントは多分ここなんでしょうね。あとはこれと同じ分け方をしているのを選ぶだけです。というわけで、あから見ていきましょう。はい、知識の量が、はい、増大し、て、一定での、はい、限度、を、越すは越すのままね。はい、つまりこれ、あが正解なんですね。まあでも一応見ていきましょう。い、はい、知識の量が、ここですね。増大としてで分けている。これが多分一番やりがちなミスなんだと思います。しかもここは変だしね。手の上で本来分かれます。あとはいいんですが、ここだけ×です。う、見てください。知識の量が、ここまでいい。はい、増大して、この辺が×なんだよね、この辺。増大しと手ってとこで分けなきゃダメ。ここも×ね。はい、つまりこれは分けなさすぎ。ね、手の上で分けなきゃダメです。あとは一定の、ここもダメだよね。一定とので分ける。限度を越す。あとはいい。はい、見てください。知識の量。もうこの時点で×ね。知識との、これだって文節で知識のね、量がね、文節ですら分かれてないから×です。そして増大と、死と手。この辺分けすぎなんだよね。そして一定の限度を越す。あとは一緒。はい、つまり、やることって結局変わんないと。ね、これを一個ずつ何かいきなり馬鹿正直に見るんじゃなくて、まずは自分で分けてみることが大切。もちろんそれは、授業動画などでしっかりとルールを意識した上でですね、適当に分けたらどれかに合っちゃうと思うんで、そうならないように注意してください。はい。じゃあ、第2回から1問文法問題です。問いです。これ本文があるんですが、そこから括弧で、誕生し、そしてもう一つ、池の動詞の、これ活用の種類と活用形をそれぞれ書きなさい。もう定番ですね。活用の種類っていうのは何段活用とか、何行変革活用とかそういうやつね。活用形っていうのは未然、連用、終止、連体、仮定、命令。逆の、回答欄に絶対に書かないでください。というわけで、まずは、誕生しと池っていうのが、動詞なんですが、活用形を答えるときに、必ず星印。
本文中に戻ってください。よくね、急いでる子ってのはここだけで解こうとするんです。例えば行け、あ、なんか命令しとんな、命令形とかね、そんな感じで書く人いるんですが、必ず本文に入り、そうするとこの文章が見つかります。漢字の崩し字からひらがなが誕生したの誕生し、はい、こっち、神社に行けば社殿のほにゃららの行け、はい、それぞれに対して活用の種類と活用形を書いてください。はい、というわけで今から答え合わせをします。まあこの手のタイプの問題っていうのはね、もう定番中の定番なんで、もうわかるよって言うかもしれませんが、何回も同じことを言い続けます。この動画が初めての子もいるかもしれないからね。まずは活用の種類の見分け方、これはまず下辺来ると左辺する、もしくは何々する、これ系っていうのは特別なんで先に見つけてください。特にこの何々するだよね、勉強するとか練習するとか、そういう何々する系は作業変革活用で先に行っちゃう。そしてそれ以外の動詞に対してはないをその動詞に補ってあげる、まあ、つまり未然形にするっていう意味なんですが、そうするとないの上の文字の部分がアダンになったらそれは五段活用、イダンになったら上一段活用、そしてエダンになったら下一段活用。もうこれは何回も何回もこのコーナーで言ってるんですが、何度も繰り返し言い続けます。もう反射的にできるようになってください。はい、そして今回で言うとこの誕生しっていう部分はもともと誕生するなんだよね、誕生する、この時点で何々する系なんです。だからこいつの活用の種類は作業変革活用、そしてこっちは行くっていう動詞だよね、行くっていう動詞は下辺左辺以外なんでないをつけてみましょう。そうすると行かないです、行かないね。つまりないの上はかあだになるので五段活用。あとは活用形、詳しくは動画のリンク欄で授業動画貼っておくので困ったら見に行ってください。まあ簡単に言うとたですね、たに続く時っていうのはこれ基本的に連用形になります。はい、そしてこっちも簡単、ばに続く時ね、ばに続く時っていうのはどんな品種でも必ず仮定形になります。はい、つまり答えはこっち、作業変革活用連用形、こっちは五段活用仮定形になります。これね、特にこのショートカットド忘れしちゃったら本当に自分で簡易的な表を作ってください。行かない、行きます、行く、行くとき、行けば、行け、行こうとかね、書き行く、行こうってちゃんとなるよね。だから五段活用、だからショートカットを丸暗記するっていうよりかはそういう基本が分かった上でこの、未然形化するっていうのかな、そういうやり方を覚えてください。はい、今回結構簡単なんで、もう一問、これ表現技法の問題を出しておきます。これも第2回から出されました。問い、これ本文中ね、七輪から弾け散る炭の火花が無数の蛍となって達夫の前で飛んでいた。この文章ね、一文に使われている表現技法、これ今回は選べばいいです。自分で書くよりも簡単です。を次から選びなさい。あ、追句法。い、体言止め。う、統治法。え、比喩法。はい、それぞれの表現技法ちゃんと分かってますか？本当に困ったら授業動画リンク欄貼っておくんで見に行ってください。まずは自分で使われているやつをこれだって選んでみてください。いいかな。じゃあまずは答えを言う前にそれぞれ使われている簡単な例文を書いてみるんで、あ、やっぱりこれだっていう風に意見変えたい人はそこで書いてください。はい、こんな感じの例文ね。まず1個目、通句法っていうのは、例えば扇の的っていう中二で習う古典では、沖には平家ほにゃららほにゃららで、それに対して久我には源氏ほにゃららほにゃらら、こんな感じのね、ペアで必ず通句というんですが、簡単に言うと似たようなリズムとか文体をこう並べて、まあ調子を揃えたり、強調、お互いを際立たせたりするような方法です。はい、体言止めっていうのは体言、これが名詞のことなので名詞で終わってるような文章、例えば彼女の名前はさき丸、これで終わりね。彼女の名前はさきですっていうね、ですをつけちゃったら普通の文章なんですが、さき、これで終わることによって何かちょっとね、歯切れがいいし、おっと思わせるよね。こういう表現技法。はい、うは統治法。これは入れ替えですね。本来上に来る部分が下に来ている。例えば、美味しいな、このパンは、丸。これ実際は、このパンは美味しいなが普通だよね。入れ替えることによって同じくね、表現のバリエーションが増えます。ラスト、比喩法っていうのは A を B に例えることです。もちろん A っていうのが必ず書いてあるわけではありませんが、例えばあの雲は綿菓子のようだ、これようだを使うのを直喩っていうんですが、直接例えている、A をっていうのは雲ね、雲が現実にあってそれを今目の前にはない綿菓子に例えているね、 A を B に例えている。そしてようだっていう言葉を直接使うから直喩、
使わずに、まあ、みたいだでもいいんだけど、そういうようだ、みたいだみたいな言葉を使わずに、こう言い切っちゃうような形。でもこれって実際、あの雲は綿菓子だって書いたとしても、本当に雲を綿菓子のつもりで言ってるわけないよね。例えてるっていうのがわかるわけ。これは同じく雲を綿菓子に例えてるんですが、ようだ、みたいだっていう言葉を使わない例え方を隠喩と言います。まあ、ひっくるめてすべて比喩法と言います。はい、というわけで答え合わせすると、七輪から弾け散る炭の火花が無数の蛍となって達夫の前で飛んでいた。まずは何か二分でこうね、ペアになってるようにも見えないし、似たようなリズムが続いてないから続くも違う。体現止めでこの文章終わってないよね、ここ。ね。はい、統治法っていうのは順番の入れ替え。だから、飛んでいたが先に来ていて、飛んでいた、ほにゃららが、みたいな感じだったらいいんだけど、今回違う。まあ、消去法でも絵になっちゃう。答えは絵なんですが、とりあえずちゃんと見ると、これ例えてるんですね。弾け散る炭の火花。こいつが、まあ、絵。A は B のようだとか、そうやって例えるときの最初の基準のもの、実際現実にあるもの、それを今目の前にないものに例えている。何に例えているかって言ったら、無数の蛍だよね。無数の蛍のようにって書いてあったらそれは直喩なんだけど、これは火花が蛍となって達夫の前で飛んでいた。使ってないから厳密にはまあ隠喩側になるんでしょうが、まあ本当に蛍いるわけじゃないんだよね。これ火花が蛍になるわけない。だって火花は生き物じゃないから。でもそのね、火花のパチパチしているやつって、まあ見方によっては蛍が光ってるようにも見えるよね。だからそれに例えてるわけ。つまり今回は A を B に例えてるっていう構造が成り立つので、答えは比喩法の A になります。こんな感じで表現技法っていうのは、答え以外もちゃんと追記法はこういう意味とかね、体現止めっていうのはこういう意味、ちゃんと答えられる状態に仕上げておいてください。はい、というわけで今回も3問ほど問題を解いてきました。第1回や第2回の模試っていうのはね、やはり前半にやる模試なんで結構基本的な問題が多いです。でもね、最初にやった単語分けだって全然あれ入試に出るからね。一般の公立入試レベルっていうのは本当にね、レベルとしては200点ぐらいの子から450点ぐらい取れる子も、解ける問題っていうのが絶対用意されているので、こういうね簡単な問題が出た時に絶対に落とさないでください。というわけで今回の講義は以上です。